はい、ということで着いたんでね、12時半のアレックス・ランドリア行きのバスでこのまま出発していきます。うん、楽しみですね。2時間半ぐらいの行程になります。はい、というわけでね、座席なんですけどね、まあ、そこそこね、いいですね。広いですね。狭い感じはしないですね。ちゃんとエアコンもしっかりあって、すごくね、乗りやすいバスだなと思います。これで490円はめちゃめちゃ安いと思います。で、カイロからね、アレクサンドリア行く道なの間なんですけども、まあ、砂漠ですね。まあ、砂漠って言っても荒れ地で、なんか思った以上に坂がないですね。ずっと平坦な感じで、うん、でこれでまああと1時間半くらいかな、うん、って感じです。はい、というわけでね、アレクサンドリア近くの町まで、はい、着いたんですけども、結構あれですね、うん、にぎわってきたって感じで、ただ高い建物がやっぱ少ないかなって印象ですね、カイロに比べると。うん、まあ、バス停まではまだね、距離あるんですけども、まあ、着いたらって感じですかね。はい、というわけでアレクサンドリアのバスターミナル着いたんで、これから町の方に向かっていきます。まあ、歩いて行っても十分かな、5キロぐらいだから。はい、アレクサンドリアですね、結構ね、日差し強いですね。うん、気温はね、低いはずなんですけど、こっちのが体感的には、うん、やっぱそんな差はないのかな。まあ、日差しが強いんで、木陰に入ればね、カイロで涼しいんですけども、こっちはドームで、はい、とりあえずね、宿に向かってね、歩いていくって感じです。さっきね、このカクタスのね、サボテンドリンクですね、サボテンのなんか炭酸飲料買ったんですけど、なかなか美味しいですね。なんか桃っていうんですかね、桃とかパインとかそっち系の味っていうんですかね、結構とろみがあって美味しいです。はい、アレキサンドリアのビーチね、こんな感じですね。まあ、夕方の方がいいかもしれないですね。まあ、水質ね、そんなに良くないんで、はい、もうこっちょっと湾っぽくなってるから、向こうの方とかちょっと違うと思うんですけども、ちょっとね、向こうのとかも見てみたらいいかなと思うんですけど、ね、ここ、はい、はい、この街並みもね、なんかいいっすね。まあ、エジプトっていうか、なんか中東っぽい感じの、はい、雰囲気で、まあ、でもちょっとなんか砂っぽいっていうか、埃っぽい感じがしますね。海はね、みんな入らずにね、ずーっとこれなんか座ってアイス食べたりお茶飲んだりとか、そんな感じですね。まあ、これは国民性によるのかな。なんか海泳いでるんですけど、みんなどうしてんだろう、どっから入ってるのかな。なんか 向こうから多分置いて入ってるんですかね。ちょっと近づいてみようかなと思うんですけども、あーでもね、いいですね、綺麗ですね。夕方が一番いいと思いますね、この海はね。波もあんまないですね。なんかね、1キロぐらい歩くとね、結構いいですね。こっちの波とかも結構強めですし、うん、まあ、サーフィンできるほどではないけど、うん、あ、こっちは結構ね、ビーチがあって泳いでる方も多いかなって感じです、うん、いや、夕方の時間ね、割といいかもしれないですね、うん。まあ、夜はね、さすがにちょっと減るとは思うんですけども、うん、まあ、でもアレクサンドリア気温自体はね、カイロよりは低めかなって感じで、うん、ルクソールとかね、アスワンとかね、めちゃくちゃ暑いらしいんでね、ちょっとね、気をつけたいところですが、はい、はい、というわけでね、さっきね、ビーチ入ろうと思ったんですけど、なんとですね、有料みたいですね。なんか、そう、店番というか門番みたいな人がなんか待ち構えてて、他の人もお金払ったみたいなんですけど、ちょっとね、この海で払うのはないっすね。これはね、もうオーストラリアのね、ビーチとか見たらね、ここのビーチは入れないっすね。なんか日本のビーチって感じ、関東のね、神奈川県のビーチとかそんな感じですよね、見た感じで。これはね、眺めだけ十分ですよ。そりゃ入んないですよ、誰も、うん。なんかね、足だけ使ってみたんですけどね、結構ぬるめですね。ってことは昼間とか結構ね、いいかもしれないですね、うん、冷たい感じは全然しないから、うん、泳ぎやすいかなって感じです。ただね、入るとこちょっと限られてるんで、その点は気をつけてほしいかなと思いますが、はい、はい、すっかりね、日が沈んじゃいましたね。でもね、いいっすよ、心地よい感じの風が吹いてきて、気温もちょっと下がってきたかな、うん、なんかいいっすね、あのね、レストランみたいなのもね、悪くないですね。で、僕は、あそこでお酒でも買おうかなって感じでございます。はい、というわけでね、パッと見た感じね、物価ちょっと高めですね、うん、なんか
ぱりあの海沿いの街ってことなんですかね、結構チェーン店とかね、あの、はい、そういうのがあってローカルっぽいお店がちょっと少ないかなって印象で、まあ、カイロとかギザの方が下町感があるかなって正直な感想です。はい、なんかパッと見た感じね、渋谷とかね、なんかそういう感じの雰囲気似てますね。うん、まあなんか若者街じゃないけど、うん、なんかあのカイロとはまた違ってね、なんか栄えてるような感じ、まあ、ちょっとおしゃれな焦げた感じがしますね。はい、というわけでね、アレクサンドリアね、今日ね夜中のね、あのバスでね、古方の方にね移動しようと思うんですけども、その前にね図書館の前の方行ったりとか、こしゃれ食べたりしようかなって感じでございます。まあ、呼び込みはないけどね、結構人混み普通に多いから、はい、気をつけてくださいね。結構突っ込んでくる感じです。はい、このモスクでしょうか、なんかモスクにしては形が全然違う気がしますけど、いいですね雰囲気ね、ね、素敵な感じです。こちらのコシャリなんですけども、実はですね、これですね、レバーなんですよ。うん、肉が入ったコシャリ初めてですけど、早く試していこうと思います。うん、でレバー入りコシャリなんですけども、結構ね、うん、いいですね、なんか相性いい気がしました。うん、なんかソースをかけたりね、するとなおさらいい感じしますね。美味しいです。でこちらがですね、アレキサンドリア図書館なんですけども、なんか有料みたいですね。中入るときね、ゲートのね、あれもありますし、まあ、ちょっといいかな。うん、外観はでもなんかいいですね。アラビアな文字があってって感じで。うん、まあ、図書館入るのやっぱ有料はちょっとね。うん、まあ、アレキサンドリアね、正直、海ね、そんないまいちですしね。あれ取らなくてもいいかなって感じですね。うん、建物がね、なんか結構腐食してますけど。まだね、結構時間あるんで、ちょっとサバーブの方でちょっとね、探索しようかな。うん、まあ街中いていいんですけど、まあ、まだ時間結構あるんでね。はい、はい、ポーニャンコはね、あ、鼻先にハエがついてるでも動けてない、どうしたんだこのニャンコは。うん、はい、というわけでね、こちらがアレクサンドリア駅になりますね。うん、いいっすね、なんか可愛らしい感じ。うん、やっぱカイロ駅よりは小さめですね。もう歩いたらすぐに電車がある感じなんでね。まあ、本当はね電車乗りたんですけどね、さすがに25ドルも払えないんでね、もったいないですしね。いやー、でもいいっすね、なんか雰囲気好きですよ。うん、やっぱエジプト夕方がいいっすね、あの暑くないですしね。なんかですね、この近くにね、あそこの方に遺跡みたいあるんですけど、なんか入れないですね。うん、そこもちょっと寄ってみたいと思ったんですけど、まあ、ちょっとね今回はいけないかな。うん、